中国の高さというのが武器でもあり、日本にとってはこう厄介なところでもありますよね。そうですね。なのでできるだけフリーな状態で、まあ、いいボールをね、開けさせない、まあ、そのあたりを、まあ、誰がボールに行くのか、ファーストディフェンダーをしっかりと早めに決めていくというね、後ろからの出場が大事になってくるのかなと思いますね。そして今のプレー、倒されたのが13番の井上彩香です。清水から前へというボールを持っていく長野風花、この2人で挟んで奪いに行きます。奪い切った高橋花。この辺り澤さん、奪うというこのキーワードしっかりと体現しているように見えるんですか。していますよね。それがセンターバックの高橋でした。そして加藤さん、今のも2人スルスルと挟んでいきましたね。そうですね。そこから攻撃へというところでした。この日本の攻撃、右サイドには千葉レミナがいます。前半は少し躍動しました。スローイン清水、ここに植木かわして前を向く左足のシュート。